バルトスクルプチューレンベーグ沿いに置かれた、石字大臣と題された作品ロタール山地は、ドイツのノルトベストファーレン州とヘッセン州とにまたがる、最高地点843.1メートルの中ビク山地。ロタール山地の一樹木が豊富で、降水量の多いロタール山地は、北は、ザウアーラント、北東は、ウプラント、南東は、ビトゲンシュタイナーラント、南西は、ジーガーラントと、ほぼ、 ベストファーレン地方に属し、南西の山陸部だけがヘッセンに属する。この山地は、エーダー川上流とレネ川とに挟まれた位置にある。すなわちビンターベルガーホ方ホフレーヘの南西、アーレンアシテン山から南西に約 30km 続いており、西端は急激に、東端は徐々に高度を下げる。ロタール山地は高度6 0 0ル前後の幅の狭い土手状の山地であり、 より大きな視野で見ると、ラインガーウガンのラインシーファー山地の北部の一群を占めている。ほぼ同じような高さの土地が続いているため、843.1メートルの最高地点が特別際立って見えることはない。ロタール山地は、そのほぼ全域がロタール山地自然公園となっている。ラーン川の水源、ロタール山地の北部には、ディーメル川、レネ川、ネガー川、 ヌーネ川、オーデボルン川、オーケ川、ルール川、ベンネ川、ビルデアー川の水源があり、南部には、ディル川、ラーン川、ジーク川、エーダー川の水源がある。この山地の上部は、ラインベーザー分水海となっている。ロタール山地あるいは、同盟の自然公園の最も南西部には、オーバーナウダムやブライテンバフハダムといったダムが、築かれている。 ザックプファイフェさんのカイザービルヘルムの塔を主なピークは以下の通り。ビンターベルクの町ロタール山地あるいは同盟の自然公園及びその麓には以下の町がある。ロタール山地には数多くのハイキングコースがある。中でも1 5 4トルに及ぶトレッキングコースのロタール主体区や様々な作家による芸術作品や彫刻が 沿道に置かれたバルトスクループチューレンベグが注目に値する。スキーリフトカルーセル・ウィンターベルク冬には山での様々なウィンタースポーツが楽しめる。ポストビーゼンスキー場、スキーリフトカルーセル・ウィンターベルクやスノーワールド中心ではそれぞれ目的にあったレジャーが楽しめる。ロタール山地の山やふもとでくつろぐには パノラマパークザウアーラントやフォールファン、アーベント・ウィアーラントといった施設がある。ありがとうございます。